湘南ラグーンは日本の競争馬である。馬名の意味は冠名に、遠浅の海。主な勝倉は2014年の青馬賞。調教師の大久保陽吉がメジロドーベルの決闘が欲しくてオーナーの国本鉄州に頼み、セレクトセールで落札してもらっていた。デビュー戦は8月4日の函館競馬場、芝1800メートル戦で7着に敗れた。 4ヶ月の休み明けとなった12月21日の中山の未勝利戦で2戦目にして初勝利を果たした。初戦で格上挑戦となった、京成杯は甘いにつけるも13着に敗れ、以後500万下に出走も2着1回、3着2回と、あと一歩で勝利を逃した。そして、ダービートライアルの青葉賞は、最後一番人気だった、ワールドインパクトを差し切って、 重症初制覇を果たした。東京優秀では、道中後方からメンバー中最速の上がりサンハロン33.9の足で追い上げるも6着だった。秋初戦のセントライト記念8着、続く、喫下賞は5着で3歳シーズンを終えた。4歳となっての初戦万葉ステークスは一番人気に、支持されるも4着、続く、アメリカジョッキークラブカップは15着に終わる。その後は、 ダイヤモンドステークスを目標にされたが、クッケンエンを発症していることが判明し、休養を余儀なくされる。2016年7月のマレーシアカップで復帰を果たすが、成績が上がらず2016年10月のオクトーバーステークスを最後に現役を引退した。引退後は当初茨城県日立中市のセントジョーバクラブにて乗馬となる予定と報じられたが、後に、 福島県相馬市の相馬中村神社で乗馬となった。ありがとうございます。